今日は28日目栃木県の那須で4日間かゆっくりして山形県の米沢に向かってます、うん、この辺綺麗です。安達太良山見えてまして、元だね、なんとなく北海道みたいになっちゃった、うん、急遽秩父温泉に行くことにしました。いいですね、中の湯秩父温泉、うん、なかなか風情のありそうな温泉街ですよこれ、うん、え、どこ？この辺多分この辺なんだけど、駐車場がこっち向いちゃった、大変じゃない？こういう、なんとかここに止めることができました。紅葉がね、一級河川荒川、水質日本一、11年連続です。荒川、まあ、確かに綺麗です、こちらが土湯温泉中野湯です。500円、熱い湯、貸し切り、はい、はい、じゃあね、種類の選出を楽しめます。そうです。どうでしたか？うん、いいお湯だったね。美味しいね。うん。ね。女性はね、誰もいなかった。あ、そう。貸し切り風呂。あ、よかった。こんな感じ、お風呂に。いいね。熱いお湯が炭酸のやつだったね。うん。じゃあそろそろ行きますか。はい、はい、米沢の駅、道の駅に向かってます。今日はそこで車中泊。はい、道の駅米沢到着です。29分ちめの朝です。はい、道の駅米沢です。昨日ね、ここの道の駅に泊まりました。で、すごいここね、美味しそうなものをたくさん売ってるし、綺麗だし、いいですね。これを買いました。美味しそう、うん、お蕎麦美味しそうだね。今からね、違うお蕎麦屋さんに行こうと思って。冷やしラーメン、そういう美味しそうなものがいっぱい。これいいね。はい、今米沢市の南原そば会館に向かってます。はい、ここが南原そば会館ですね。到着しました。地元の方にね、ここがいいよって教えてもらって、前回食べれなかったおそば屋さんです。11時半からですね。鴨いたそば南蛮、食べてみる、美味しそう。これ鴨とか、はい、いただきます。美味しそうだね。美味しそうです。どうですか？美味しい。うん。美味しい卵です。うん。お腹いっぱい。お腹いっぱい。いや、美味しかったね。美味しかったね。うん、新そばだし。ね。いや、香りも良かった。うん、いや、また来よう。ね、米沢に寄ったらここに、うん、ぜひ行って感じ。うん、いや、うまかった。はい。はい。はい、今赤湯という温泉に向かってます。そこに公衆浴場があって、なんと100円で入れるということで行ってみたいと思います。そっち側がいいの？出れるようにしようか。それかこっちじゃん。出れればいいんだね。頭こっちに U ターンしようか。出れる。
大人も子供も1回100円。温泉どうでした？良かったです。ね。厚めの温泉だったけどね。うん、あれがさ地元に100円であったらさ、いいよね。うん、2日に1回は行くかな。ね。しょっちゅう行くだろうな。いいね。清掃もねちゃんとされてて、コスパ最強です。洗室もねお肌ちょっとスベスベになって。すごい体ポカポカしてますね。いいお湯でした。南陽市、山形県南陽市から山寺行こうと思ったんですけど、あ、でも晴れてるね。天気がね、あんまり良くないみたいで、あれ晴れてきちゃった。虹がうっすら見えるけど、わかるかな。足湯もあってね、すごいいいですね、ここ。前もね、この道の駅。立ち寄って足湯も入って、はい、これ本州最後の晩餐です。乾杯乾杯乾杯。あったかいですよ。美足湯で温まったね。足温まったね、うん、はい、おやすみなさい。今日は、本州最後の日ですね。30日目になります。今天童温泉道の駅を出発して山寺の方に向かってます。はい、今山寺周辺に入ってきました。今3分の1登りました。はい、じゃんじゃん。ここが細い山道です。すごいな山寺。ちょいいな、紅葉が。紅葉がちょうどピークなのかな。うん。いろんな季節に行きたいね。うん、まあお寺の中で僕は山寺が一番好きです。僕たち夫婦こういう雰囲気のところが一番好きです。
お墓じゃなくてあいつから水かけばいいじゃん。うん、いやな、いいじゃん。紅葉が素晴らしいで、長寿を授ける仏様。撫でましょう。光ってるね、みんなが撫でてる。光ってる、光ってる。おびんずる様。はい、撫でます。国の十、三十の、こちら、ございます。20メーターって書いてあったよ。ここだよ、でも。はあ。これ三十章と、これだ。三十こと。あ、三十。あ、中身入ってるじゃん。交通安全ステッカー。はい、すいません、しかたこんね、写真一枚200円です、はい、今日ね、最高、もみじね、綺麗ですね、うん、はい、どうぞ。どう、美味しい味が染み込んでて、うんうん、見事です。こちら紅葉素晴らしい。油揚げの道のりは結構狭かったです。ね、だいぶ近づいてまいりました。定規さん、850m。 定規さんだって。栗ご飯あるよ。あ、芋煮もある。栗ご飯、そう、焼き飯だって。これは焼き飯が、あ、焼き飯が名物なんだ。お店とか焼き飯、味噌まで焼いたやつ。そういうことなん。はい、どうぞいらっしゃい。はい、なんかここご縁があるそうで。2本の欅が1本になったそうです。ご縁、ご縁、いいご縁。
すごい。大丈夫ですか。はい。はい。はい。ね。はい。はい。高い。2枚。お支払いはここで。260円。うん、おいしい。はい、今日はマロンドラにまた最後に予約して買っちゃいました。じゃん、季節限定マロンドラです。じゃん、うん、おいしい。おいしい、お腹いっぱいなのに美味しいです。取れました。抹茶ドラ。うん。そう、この間は買わなかった。あ、芋ドラはね、また買ったの。好きなので。で、これバタドラにしてます。フェリーターミナル。フェリーターミナルですよ。今週が終わってしまいますけど。着きます。2番レーンに今。はい。